おねえニュース速報のジョーカー様よ。速報よ。三が日から忙しいよね。今日は年末格闘技ライジン33での YouTuber 柴田 VS 元 K1 チャンピオン久保優太との間に持ち上がった八百長疑惑の件での進展なんだけど、プロのおねえライターの私が分かりやすく要約していくから最後まで聞いてね。まずこの八百長疑惑が分からない人は私のこの動画見れば一撃だから、これ見てから来てよ。でどのように進展したかというと、昨夜に登録者約55万人の YouTuber の青汁王子が自身の生配信で久保優太選手に電話突をして、柴田との一件は実際どうなってんのかってことを聞き出そうと直接探ったわけだけど、なんとこれに対して久保選手裏側を暴露しちゃったわけ。もうバカねー。しかも他人のチャンネルでって、相当心がテンパってるわね。なぜ暴露しちゃいけなかったかは後で言うわ。で今回何を暴露しちゃったか簡単に言うと、まず柴田から例の台本を持ちかけられたのは事実ですといった話からしたのよ。一方柴田サイドは自身と久保選手にとってどれが一番良い感じに収まるか、いろいろなことを考えて計算して一昨日動画を出したわけ。内容的には柴田は公式に八百長行為はしていないと言ってたわけ。で続けて青汁王子の生配信で久保選手はライジンの対戦カードが発表された後に柴田からやっぱりいろいろガチでやると危ないので今回試合は辞退させてくださいと、僕顔にパンチを一発でも食らっちゃうと体がしびれてダメになってしまうんですよって言ってきて、まあこれも柴田の作戦の一つではあると思うけど、でも久保さんはもうカード発表した後だし試合やりましょうって言ったら、ある内容を飲んでくれるならば大晦日試合をしますって言ってきたらしいのよ。内容っていうのは台本のことね。1ラウンド目はエンターテインメントを重視してふざけますから適当に時間を潰し、2ラウンド目からお互いちゃんとぶつかり合いましょうと。ちなみに久保選手は柴田とのこれらの電話で話した内容の録音も取ってたそうよ。一応過去の柴田がやってきたこと知ってたみたいね。あの楽屋で朝倉未来とかにお金積んで負けてくださいっていう柴田のお家芸のことなどね。でたびたび試合が流され、スポンサーさんの関係やチケットのこともあるし、大晦日どうしても試合をやらなくてはならない状況だった久保選手は、今回こそは成り立たせたかったために了解しましたという返信をしたそうよ。で柴田の過去の裏切りを知ってて久保選手は疑っていたんだけど、柴田が絶対裏切らない誓約書書くんでと言ってきたとのこと。まあつまり絶対他人に知られてはいけないレベルの当事者同士の裏の誓約書ね。で柴田の家族の話とかされ心が揺さぶられてしまったらしいのよ。やっぱり久保優太はバカ正直で優しすぎる男なのよ。顔にも出てるでしょ。なんか騙されてうさんくさい幸せの壺とか簡単に買っちゃいそうな面してるじゃない。現に奥さんにも寄生されてるようなもんだし、夫婦なのに手も握らせてもらえないって話よ。でそして試合前日にあの例の LINE の文章を柴田としたとのこと。まとめると、今回久保選手は台本を提案されたということをこの生配信でゲロって、その提案内容はまさにあの流出した LINE と見事に一致してた。要するにあの流出したものは本物だったと認めたわけ。まあ昨日も言ったけど、そんなこと誰でも分かってることではあるけど、とはいえ大事なのは、この状況で久保選手の立場的に認めちゃダメだったのよ。柴田がいい落としどころにしたのだから、悔しいだろうけども、もううやむやにした状態にするべきだったのよ。本人の口からはそれは言っちゃダメだったのよ。この人だって怪しいビデオ出てた疑惑のまま今も生きてるでしょ。一度でも本人が正式に認めちゃってたら、いろいろ降板させられたりしたものもあったでしょうに。まさに鋼の精神よね。話は戻るけど、久保選手仮にどうしても本当のことを世間に言わなきゃ気が済まない性格だったとしたら、 YouTube やってるものなら第一報は貯めて貯めて自分のチャンネルで言うべきなのよ。そうすれば反響もドーン、ニュースでドーン、数字もドーンと自分のとこに良くも悪くも全て返ってくるというのに、なぜ他人のチャンネルなんかでそんな美味しいことを言ってしまうのかと、ほんと何も計算できないバカなのかしらって思ったわ。下手くそね。こんなことやってるようじゃビジネスなんてとてもじゃないけど成功しないわよ。まあ今回八百長八百長と言われてるけど、どっちかというと演出って区分かしらね。別に柴田は久保選手に負けてくれって言ったわけでもないし、金も渡したわけでもない。そもそも負けてくれって提案なら、久保選手は仮にも元 K1 チャンピオンのガチ格闘家だし、いくら積まれても断ってただろうし、今回バカ正直な久保選手は柴田の提案を真に受けて、1ラウンド目は演出で盛り上げて、2ラウンド目から柴田を倒そうって考えてたところ、柴田が1枚上手だったというお話。まあこれらのことで雷神はお怒り間違いなしね。えぐい処分もあるかもだわ。久保選手もそれは覚悟のことではあるけどね。どうやらこれについて自身のサラクボチャンネルで正式に動画で話すとも言ってたわ。順調にいけばおそらく今日アップされるとのこと。ということで速報だったわ。久保ちゃん、格闘家としても YouTuber としても気を抜いちゃダメよ。じゃなきゃ半年後には私に数字抜かれるわよ。なんてね。